Hey guys! マケイチャンネル本日もポチッとありがとうございます。はい、ということで本日の動画は赤ちゃんがお腹にいるときにやっておいた方がいいことということで、こちらはですね、インスタグラムとツイッターの方でアンケートを取らせていただきましたということで、先輩の皆様からの意見を大募集したので、そちらを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。きっかけは旦那氏に遊び受けてていいねって言われたのがきっかけなんですけど、まあ、それを言われたことによって、でもさ、今出かけとかないとさ、赤ちゃんがもし生まれた時にあんまり出かけられないんじゃないかと思った。まあ、もちろん預けることはできるけど、罪悪感あるじゃん。自分一人でお出かけ行ってくるねっていう罪悪感より、ごめん子供見てもらえる、私お出かけ行くからっていう罪悪感って全然違うと思うんですよ。だってさ、赤ちゃんを預かることによってその人の負担が増えるわけじゃないですか。旦那氏がお仕事してるのに、赤ちゃんよろしくねって育児を任せて自分をどこかに行くっていうことをしなくちゃいけないじゃないですか。もうそんなん多分私できない。今でさえ一応気遣ってるので、ね、できないから。ってなると、なんか待てよ、じゃあガチで気軽に一人でお出かけ行くとか、友達と気軽に何も気を使わずに行くってことって、月10日オンリーなと思って、ちょっと怖ってなったのよ自分的に。逆に自分の自由時間月10日しかないのと思って、これみんなに聞こうって思ったよ。後悔ないように、わあれすればよかったな、あれしたかったなとか、後悔めっちゃ嫌なので、まあ、もちろん赤ちゃんが生まれてからしたいことっていうのもいっぱいあるけど、ということで皆様に募集したので、そちらを皆様と一緒に見ていきたいと思います。私が一番に思ったのは赤ちゃんグッズの下見です。抱っこ紐はママが動けるうちがいいかなと。34週の検診で引っかかってそのまま入院ってなりました。準備してなかったからあたふた。なるほどね。私も妊娠7ヶ月後半なので、ちょっと早めに準備できたらなと思いました。映画、子供連れていけない、ビュッフェ、そんな余裕なくなる、いつでもいいように出産バッグの準備。なるほど。いや、映画館行けないね確かに映画館は行けないから、一人で感情もいいかもしれない。映画館考えてなかった。ビュッフェ、確かに食べ放題ってさ、お皿席ついてから移動して席ついてって何度もするから、子供なんかね毎回一緒にこう連れていくの大変だから、確かに食べ放題もいいわ。あ、それで、ね、出産バッグの準備ね、これも、ね、準備も早めにした方がいいよっていうアドバイスがありました。子供が生まれてから2人の時間がなかなか作れないので、たくさん2人の時間を楽しむ。わー、いいなー。確かに私さ、旦那氏とお出かけするってこと減ってきてるんですよ。めちゃくちゃ減ってきてる。なんかデートってないんですよ。仕事で出かけるとかしかなくて、あとご飯も外であんまり食べれなくなっちゃって、私気持ち悪かったり、そんなに量食べれなくなっちゃって、この間もお家で焼肉してくれたんです旦那氏が。それもすごい幸せだったけど、そういう2人のね時間っていうのも作れたらいいなと思うので、ちょっと考えます。ディズニーも一緒に行きたいなと思うし、これも一緒だ。旦那さんとラブラブデート、産後ホルモンで旦那な産後ホルモンで旦那無理になるし時間待って、産後ホルモンっていうのがあるの？産後ホルモンで旦那無理になったりするのめっちゃ面白いんだけどマジか。そういうのも含めて早めに言っとこう。ありがとう。乳頭を柔らかくしておくと授乳が楽になるので、産後すぐ始まる授乳は痛くて地獄。乳頭を柔らかくするの？どうやってやるの？おっぱいマッサージってこと？怖い。どうしたらいいのかはちょっと。映画館、ラーメンも確かにそうだね。一人じゃないと生きぬくいですね。美容院、美容院も確かにそうね。一人時間堪能、とにかく寝まくる、グダグダするでも確かに赤ちゃんできたらさ、ぐっすり寝ることってできなくなるんでしょ。寝だめしとかないのね。寝だめカンタービレ。赤ちゃんグッズ準備し始めました。あー、さすがだね。私も早くしよう。あとは最後の十字を体調の許す限り自分のために使いまくりました。いや、いいね。自由時間も堪能する。なんかやりたいこと100とか言って書いて、できる範囲でやるのもいいかもしれない。おしゃれなカフェやレストランたくさん行くこと。確かに、まあ、カフェとかレストランで行けるとこもあるけど、
おしゃれとかになるとさ、子供立ち入り禁止だったりするもんね。確かに確かに。さらにお腹の赤ちゃんに血液をあげるので、ビタミンとか鉄分をたくさん取ってください。なるほどね。もうとにかく栄養になるものをね、取ってあげるということで、赤ちゃんがね生まれる前に。出産したら本当にどこにも行きづらくなる。だから今のうちにやりたいことやるべき。やりたいことがね、なんだろうと。でも今皆さんの意見を見て、いや映画めっちゃいいなと思って、今ね、あのクレヨンしんちゃんとかバービー気になってんで、行こっかな。なんかめっちゃ行く気になった映画、ゆっくりご飯、カラオケ、2人の思い出作り、やることやっておきましょう。クリーご飯もそうだね。赤ちゃんできたらもう自分の食事なんて後回しでしょ。それはね、うちのお母さんも言ったら、まずは子供にご飯あげて。お母さんなんかもう食べようと思ったけど、ビービー泣いたら食べれないっていうことがあるからさ。なんかそう思うと、なんか寝だめと食べためしたくなっちゃう。赤ちゃん生まれたらお腹大きくなると、鉄板料理は当分いけない。なるほど、危ないから。確かに鉄板料理、赤ちゃん連れて行ったら危ないよね。油跳ねたりとかで。行こう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 子連れでは難しいところ、レストランとか映画、舞台、あ、舞台鑑賞もそうだね。私この間ね、ご縁があってムーランルージュを見に行ったんですけど、子連れ無理だもんね。ピーヒャラピーヒャラ泣いてたらやだもんね。たまにの夜更かし、一人でどこか行くこと。赤ちゃんが寝たとしても自分の体力が持たないから、夜まで朝までゲームもできないのか。最近私なんかね、意外と真面目に編集とか撮影に力を入れてて、ゲームをしてない。ピクミンのこれ買ったから、ピクミン買う気満々なんですけど、ピクミンのゲーム買ってないんですよ。ピクミンのゲームしながら有料で配信しようっていうの憧れてたのに、やってないから、それも確かしたいな。もうやってるかもしれないけど、妊娠線対策は準備しておいた方がいいです。こちらです。私が妊娠線予防で使ってるのはこちらです。まあ今後もしかしたら妊娠線出てくるかもしれないけど、一応これでケアしてます。外食、もうね、とにかく子供が生まれて向こう何年も外食なんていけない。何ヶ月か検診の時に外食に行きまくって、体重が2キロも太っちゃったの1ヶ月で。で、1ヶ月1キロ以内にしてくださいって言われてたのに2キロ太って外食しまくっちゃったんですよ。で、外食しまくると、野菜とかタンパク質とか精子タンパク質がなかなか取れなかったりするから、ちょっとやめて食生活変えて、家で過ごすようにしたんですよ。家の料理自分で自炊して、野菜とお肉たっぷり入れてってしてたから、ちょっと控えてたけど、もうちょっと増やそうかな赤ちゃん連れていけない系のご飯屋さん、ラーメン屋さん、ラーメン屋さんいっぱい出ますね。行っとこう障子か、障子かだったんだっけ、小児科？あってるよ、小児科。ここは小児科、かかりつけの医師調べ、アレルギー科があるかとか、予約方法とか口コミ雰囲気調べとくべき。これは絶対先輩ママでしょう。めちゃくちゃありがたいです。確かに、まあ、ビビちゃんのさ、チンチラ飼ってるんですけど、もうそうだけど、なんかある程度病院決めておかないと、何かがあった時に、待って、そこから病院調べなきゃってなったら時間もねかかるし、この子も一番心配だしってのなのから、とりあえず思い当たるところにあそこに行こうってすぐ行動できるのは違うから、確かに調べておきます。はい、ということで皆さん、たくさんのご意見ありがとうございます。もう皆さんのおかげですごい、あれもしたいこれもしたいってなんか自分出てきたので、また出産する前、お腹が大きくなる前にやりたいことをちょっとメモって、それまでにできる限りやっていきたいと思います。ということで、本日も最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらいいねとコメントよろしくお願いします。インスタグラムとツイッターもやってますので、よかったらフォローしてください。